かぼちゃクリームソースハンバーグを食べて残念に思ったこと。松屋 JR 尼崎店。これが今回俺が食べたメニュー。かぼちゃクリームソースハンバーグ定食890円。いただきます。このメニューはかぼちゃクリームソースが特徴的なメニューである。かぼちゃのソースというと甘いイメージがあるけど、このソースは甘くない。かぼちゃの旨味はすごく感じるが甘くない。肉肉しいハンバーグとの相性抜群でびっくりするほどうまい。そしてこのさつまいもがアクセントになっていい感じ。このソースクリーミーだけど甘くないのでご飯とも合う。ご飯にかけて食べると最高にうまい。かぼちゃクリームソースハンバーグ、想像をはるかに超えるうまさである。これはおすすめです。ぜひ一度試してほしい。味噌汁があるとホッとする。このクリームソース本当にうまい。だが俺は残念に思った。このメニューびっくりするほどうまいが、店舗限定、期間限定メニューである。だからもうすぐ食べれなくなる。それが残念。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。